丸系バスセンターくびき自動車株式会社は、新潟県上越市に本社を置き、同市を中心とする上越地方で、路線バス、貸切バスなどバスの運行を行う企業である。上越地方を拠点に、各種公共交通事業を行っている企業で、くびきのイニシャルを表すアルファベットの、k o 円で囲った車掌にちなんで丸系の愛称で、呼ばれるほか、くびきバスという通称表記も合わせて使用している。 社名の、くびきについては、拡張新事態で、くびきと記されるケースがあるが、陶器上の正式表記は、くびきである。かつては京弁鉄道のくびき鉄道線を運営する、鉄道事業者でもあったが、同線は1971年に全線が、廃止された。昭和戦前期のくびき鉄道線鉄道事業の、詳細な歴史については、くびき鉄道線を、参照高速バス直越。 高田新潟線2007年現在、高速バスは、県外線1路線、県内線2路線を運行している。県内線、県外線の3路線とも GPS を使用した、バスロケーションシステムに対応している。県外線、編集越後交通、西部バスと共同運行現在の県外線は、上記1路線のみ、以前はこの他に1997年10月16日に、 運行を開始した、直越高田長野線があった。当時は上、新越自動車道が中郷インターチェンジまでしか開通しておらず、中郷以北は国道18号、上越大通りなどを経由していた。しかし、並行する新越本線の利用者を取り込めず、不採算が続いたため、翌1998年7月をもって運行休止された。両者は上、新越道が 上越ジャンクションまで全通した後の運行再開を検討していたが、再産性の問題などもあり、現在に至るまで再開には至っていない。県内線、編集越後交通、新潟交通と共同運行2010年3月31日までは、新潟交通と共同運行を行っていたが、現在は、首き自動車が単独で運行している。現在、県内線は、 上記2路線を運行している。両路線とも運賃生産に追加などの IC カード、及び新潟県内高速バス共通カードが使用できる。以前はこのほか下記の路線が運行されていた。丸系グループで路線バスの運行を行っている事業者は、軽6社で、この内首機自動車は主に上越市の旧市域北部を中心に路線網を有しており、 上越市の主要市街地間を連絡する路線を中心に運営を担っている。その他の地域市、会社後社は、旧市域中部、南部から、編入市域南東部への路線は、首木屋バス、柿崎区、大型区などの路線は、首北観光バス、浦河楽、安塚区、大島区や東間、長市中心部及び松城、松の山地区の路線は、東首バス、妙高市の路線は、 首南バス、糸井川市の路線は、糸井川バスが、それぞれ営業地域として、運営を担っている。首木自動車はかつて、上越市から国道8号などを経由して、柏崎市に至る路線も運行していたが、グループ6社が現在運行している路線は、全系の東首バスを除き、上越地方3市内のみとなっている。運行路線、編集は、地域間感染系統として、国、 新潟県、自治体から、和生活交通路線として、新潟県、自治体からそれぞれ補助を受ける。1、上越大通り線、宇野浜、老細病院、発高田方面行きは、直越駅前を経由しない。また、上越明高駅発、宇野浜港は、バスターミナルを経由するが、今泉発、老細病院行は経由しない。1、上越大通り線、に、上越大通り線、平日イコール直越港。 今泉間、ま、直江津港発1本、今泉発2本、直江津港中央病院間、直江津港発3本、中央病院運発5本、副京頭、今泉間、ま、副京頭発1本、今泉発2本、副京頭中央病院間、副京頭発2本、中央病院発2本休日イコール直江津港、今泉間、ま、に往復、直江津港中央病院間、直江津港発2本、 中央病院運発3本、副京同発着便は運休平日の直越発4本、今泉、中央病院発7本は、上越市役所、経由3、浜線上越大通り線直通便は、すべて宇野浜発着、浜線全線を運行する、柿崎発着便はすべて直越発着、柿崎発着便はすべて、直越駅前経由、上越大通り線直通便は、 全景の通り、4佐渡気線連絡バス、佐渡気線の直越港小木交換航路の発着に合わせ運行、直越駅発着便、上越妙港駅発着便のいずれも直行便で、途中停留所には停車しない。両駅と佐渡気線乗り場の間にはこのほか、全景の上越大通り線と浜線も運行されている。教育大学線リージョンプラザ、富岡線 休日と8月15日から8月16日、12月29日から1月3日は、上越病院を経由しない。7春日産、佐内線基本運行区間は、直越駅中央病院間。データイムは、バロー有悠久の里発着。また佐内発着は、平日の午前に往復。土曜、休日の助けない発1本、中央病院運発1本のみ。8佐内。 直越循環線付けない労災病院先回り、直越駅前発、中央五丁目先回りとも平日4本、土曜、休日2本を運行、10裏側ら線平日に往復は、労災病院経由、平日運行の上越大通り線直通便3、往復はすべて、副京都発着、11県新港大通り循環線平日6本、運行、土曜、 休日と8月15日から8月16日、12月29日から1月3日は、全便運休、12上越病院線平日、土曜直越発7本、上越病院運発5本運行。休日と12月31日から1月3日は、全便運休、13春日山、アルカディアシャトルビン土曜、休日と8月15日から8月16日、 12月29日から1月3日のデータイム10往復運行。平日は、運行なし、20直越、百件朝鮮21な越、えつ、百権朝鮮、30ワードり線31名立線32、納線日曜、休日と8月15日から8月16日、12月29日から1月3日は、全便運休、3636 36線、平日3往復、土曜、 休日と8月15日から8月16日、12月29日から1月3日は全便運休化式利用車両ありがとうございます。